1860年から1862年にかけて発表されたロシア人作家ヒョードル・ドストエフスキーの長編小説である。ペトラシェフスキー会のメンバーとして逮捕されたドストエフスキーはオムスク監獄で囚人として4年間過ごした。死の家の記録は実質上ドストエフスキー自身の獄中体験記録とも言える。 一度検閲により発表が禁止されたことから、アレクサンドルという架空人物を設定しているが、その設定も物語途中に崩れている。トルストイは、復活を書くにあたってこの作品を読み直したと書き残しており、ドストエフスキーとは良い関係とは言えなかった。ツルゲーネフも本作品については賛辞を惜しまなかった。ドストエフスキーが獄中で寝起きを共にし、 間近に接したロシア民衆の多様な人間像は、その後のドストエフスキー作品に多大な影響を及ぼし、その登場人物に深みを与えることとなった。カラマーゾフの兄弟の主人公のモデルとおぼしき、若者も本作品中に登場する。語り手アレクサンドル・ペトロービッチ・ゴリアンチコフは、妻殺しの罪で10年間の追放と、強制労働との判決を受ける。彼は、 貴族地主出身であったことから、他囚人たちから悪意、憎しみを大いに買い、当初は監獄生活に苦しむ。しかし次第に収容所生活や受刑仲間に対する自身の嫌悪感を克服して、それまでの信念を再構築していく。ありがとうございます。